2014年9月5日、加藤久志さんの知財厚労省受賞を祝う会が関係者およそ180人を集めて開催されました。知財厚労省は日本国の知的財産権制度の発展などに貢献した人物を表彰するもので、加藤特許事務所の加藤久志弁理士が長年にわたって九州の知的財産権制度を発展させた功績に対して贈られました。この祝う会は弁理士である加藤久志さんが平成26年度の知財厚労省特許庁長官表彰を受賞し、4月18日の発明の日に東京都で表彰されたことをお祝いしようと、株式会社長谷川の長谷川相談役が代表発起人となって開催されました。福岡は国家戦略特区に選ばれました。ところが現実はですね、特許関連から見ますと関東地区の100分の1のスケールなんですね。これでは九州の未来がない。その中で本国最新のお働きをされてですね、地域の発展のために先頭に立って活躍してこられた。会場には日本獣医師会会長も務める倉内勲県議会議員や、九州経済産業局の岸本芳雄局長をはじめ、特許出願企業など加藤弁理士とご縁のある方々が全国から駆けつけ、受賞の喜びを分かち合っていました。地方の持つ中小企業、ベンチャー企業が持つ特許、あるいは商標というものをしっかり担保することによって、大きなこれからの発展を遂げさせようと、その手助けをしようというのが加藤先生ではないかと。加藤先生を中心にですね、ますます九州の知的財産権を育て守るという方々が増えることが、九州あるいは福岡のですね、これからの発展に欠かせないのではないかと。おめでたい席にふさわしい鏡開きを執り行います。せーの、よいしょ。加藤特許事務所は1994年設立、福岡市博多区の福岡オフィスをメインに東京にもブランチオフィスを展開する知的財産専門の事務所です。機械、電気、科学、ソフトウェアなど幅広い分野で発明や考案、デザインなどの国内及び海外での権利化とその活用について企業をサポートしています。加藤弁理士は日本弁理士会九州支部の支部長及び副支部長を歴任、また九州知的財産戦略協議会の委員及び同協議会幹事会の委員を務めるなど、九州地域の知財教育の普及発展と九州知的財産推進計画の策定に貢献した功績が称えられての受賞となりました。乾杯の温度は株式会社肥後銀行の江口正明常任監査役、加藤弁理士は熊本県の知的財産戦略の推進にも尽力してきました。20年前と比較しますと、知的所有権の保護という課題がいわゆる世界の競争力の大きな要因になっているという20年間の落差といいますか、それを非常に感じた次第でございます。世の中の特許のですね、ほとんどやっぱ大企業が占めて、大企業は活用してるんですね。でも本当に活用すべきは私は中小企業だと思います。九州全域をですね、まあ、世界有数の知的財産有効活用のモデル地区としたい。ストレートにものを言ってストレートに起業された方はおそらくいないと思います。裏表の中一杯なと思って、もういろんな方に本当に同じように接してくださるっていう、少年がそのまま還暦迎えたみたいなキャラクターでね、中小企業の支援をしたいんだっていうようなことを言われました。その時20年前です。加藤さんの凄さってこういうところにあるんだなっていうのを改めて感じさせられました。強烈に覚えてるのはオーストラリアとかドイツと商標のやり取りをしっかりと守っていただいたというのですね。悩んだ時には加藤さんのところに行って、これ物になる？ならんっていう
会話をしながらですね、この20年、近くお付き合いをしてきたっていう思います。企業の一つ一つがですね、まだまだ知財に関しては認識が甘かったり、それによって大きなダメージを受けたりですね、あるいはチャンスを逃していることと思います。加藤先生からいろんなヒントを投げていただいて、プラズマテレビがですね、全盛期の頃はですね、基板ガラスの6割は私どものツーリングを通過して世界にばらまかれたんです。みんなでこれから中小企業を自分たちが変えるんだって、本当にこんなに成長して実現したの嬉しいです。地域に対する、ね、思いであるとか、それを具体的に明確なビジョンを持ってましたよね。周りの方に恵まれてるからですね、主人が今まで元気で来れたと思いますので。長年にわたって九州の知的財産権制度を発展させてきた加藤久志弁理士と加藤特許事務所、今回の知財功労賞受賞を機に、さらに九州の中小企業を支援していきたいと決意を新たにしていました。やっぱり中小企業経営者の気持ちになる、自分がその同じような責任を負うとか、そういう気持ち一心同体になるということだと思いますよ。かけがえのない存在、それだけですね。